皆さんこんにちは。古生物のことが大好きな高校生のラー油です。今回は視聴者さんにリクエストしてもらったシリーズの2回目です。1回目はモササウルスを解説したので、モササウルス科で同じくらい強いティロサウルスについて解説していきたいと思います。では早速見ていきましょう。ティロサウルスは8600万年前から7500万年前の白亜紀後期のチューロニアン紀からマーストリヒチアン紀まで繁栄していたヘビやトカゲを含む有鱗目に属する爬虫類です。当時の北アメリカ大陸付近に生息していました。サメや竜脚類、モササウルス科と同じ分布域を共有し、西部内陸回路の頂点捕食者だったと考えられているんです。そんな海の一部を占めているティロサウルスの全長は12メートル、最大で14から15メートルに達したとされています。人間の数で表すと8人分くらいの大きさをしています。そう考えるととてつもない大きさですよね。さらにティロサウルスは約25本の歯が上顎に、約21本の歯が口蓋に、そして約26本の歯が下顎に生えていました。約72本の歯を用いて同じ海生爬虫類などを捕食していたんです。ちなみにティロサウルスは前上顎骨の前方に歯を持っていません。人間の歯の数でさえ30本とかだから、ざっと2倍以上。こんなのに追われたらひとたまりもありません。さらにティロサウルスはよりひとたまりもなくさせたかったのか、移動の際は長い尾と流線形の胴体を左右に振って推進力を得ており、かなりのスピードで泳げたのではないかと推測されています。さらに頭部と口は巨大で、顎の可動域が広いため、ヘビなどのようにかなり大きく口を開けたと考えられているんです。本当に追いかけられたら死を覚悟したいと思います。次は発見と命名の解説です。ティロサウルスはコープとマーシュのアロサウルスも巻き込まれた化石戦争で、1868年にカンザス州からコープによって発見されました。その時は断片的な頭骨と13個の椎骨に基づき、マクロサウルス、プロリゲルと命名されました。命名から1年後にコープは同じ標本をさらに詳細に再記載して、モササウルス科の分類群であるギオドンに再分類されました。さらに1872年にはマーシュが親族のディノサウルスに分類しましたが、この学名は別の動物にすでに使われていることが判明したことで、コープはディノサウルスを新たにランポサウルスに変更しました。しかしこれもまたすでに使用されていることが明らかになってしまい、結果マーシュは最終的にミナシル・ティロサウルスに名前を変更し、その名前が今まで使われていなかったので命名が許可されました。4回目の名前変更でようやく決まってよかったです。そんなティロサウルスは突起、握り玉を表すティロとトカゲを表すサウルスを掛け合わせてティロサウルスという名前になりました。今回の解説はいかがでしたか？アドバイスなどがあればぜひコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。